様こんばんは。本日も晴天なり、明日ももっと楽しい日になるわ。学校行っても楽しくなるわ。先生に褒められるわ。たくさんのいいことが待っております。本日はプレリュードでさようなら。それでは、また。明日もこうご期待くださいな。明日の開店時刻も午後5時となっております。ゆうこの皆さんも、楽しいダジャレになぞなぞ。子供たちのアイデアや手遊び、本来、子供たちも手遊びが大好きです。数字の1はなーに？交番の煙突など、数字の2はなーに？お池のガチョウガーガーなど、何でもアイデアや豊かな感性、楽しくソルフェージュからピアノ演奏のコツ、アレンジまでお任せくださいな。褒めて励まして、学校行くのも楽しくなるわ。ピアノレッスンに来るのも楽しくなるわ。先生に褒められる、これが効果的な励まし方、褒め方、話し方、嫌われるアドバイスの仕方ではなく、優しく伝わるような話し方、聞く能力です。先生もまだまだ未熟です。いろんなことを教わる、教わる、教える、良いスタンスを保ちたいなと思っております。それではまたね。古舘一郎、明日は鳥に変身しようかにゃ。芸名も公募しております。それではね。さようなら。猫が寝転んだ。布団が布団だ。イカ食べたかい？トラが寝とっとら。